こんばんは。今回は4月16日リリース晴れ空物語やっていきます。ゲームはねロープレイみたいですね。 MMORPG って書いてました。やっていきます。あ、ここでねキャラを男性女性、あ、なるほどね。ダメだ、ここまでしかないみたいですね。あ、まだあるな。結構ある。あ、じゃあ顔もいっぱいあったのかな。あ、あるな。これいいか。髪の色をちょっと変えたいな。白だな、やっぱり。うわ、真っ白ちょっとおかしいな。てる感じなの。おかしくない。か。かかか。ああ。いいか。いいかな。あ、あと服もあるんだ。また一回変更できますよって書いてある、はい、左から武器を、武器か、剣、杖、あれなんだね、職業とかじゃないんだ。あ、これ弓とかないかな。ないっすね。片手剣でいいか。そんな感じだね。はい。なんかね、前線に行けって言われて今戦闘してる感じですね。お、レベル3だった。はい。統一がないんですよね。ちょっと寂しいけど。戦闘は自動なんですよ。多分これがオートだと思うんだけど。あ、なるほど、これ倒すなんだ。でも倒しそう。あ、こっからスタートか。でもないっすね、ボイスが。はい、ボイスがないのはちょっと寂しいけど、悪くはないですかね。とりあえずもうどんどん今進んでいってる感じですね。はい、ペットジム、左が自分ですね。はい、ポケモンみたいになってる。おオートじゃないのかな。はい、オート。オートじゃない。パスな、強い。なんだろう、いろんな要素が入ってるな、このゲームに。レベル4。絵は悪くない
と思う。ゲームとしても結構面白そう。ああ、自動点が戦ってる。はいはい。チャット消したいんだけどな。あ、オッケー。消せた。これでチャット消す。あの、画面、自作できるみたい。はい。悪くないかも。これは結構好きなグラフィックだな。ちょっと前に、もう一個、ちょっと数日前に上げた分があって、そっちよりはそっちのはリアルな感じだったんですけど、もうちょっとこっちのが好きかもしんないな。可愛い感じの方が。 そっちも確か戦闘オートだった。悪くないんじゃないですか。ああ、今ここか。待ち伏せている魔物を倒すか。7体。これ HP 減ってるな。お、はい、お 100% なった。あ、画面左のこれ HP 見てる。ボイスがないのは。もっと多くのペットで魔物を防ごうか。はい、まあまあ悪くない。あー、どうしよう、猫にしようかな。お、はい、押し上げ、押し上げ。変わんないのがちょっとあれだな。おー、バイクに乗ってるよ。画面の左上、あ、そうですね、自分のこの緑のバーもそうだし、画面の左上のこれも HP。 うわ、ないね。ガスコアですね。まあ、オートで物足りないっていう人もいるかもしれないけど、どうしてもスマホでゲームするんだったら、まあ、オートの方がやりやすいかもしれない。自分で操作するのはスマホだとちょっと無理があるかな。はい、素早さ訓練。はい、集め、はい、マジか。ここまで上がったような気がする。6分の5だったような気がする。なんかもな、多分この
戦法って見せ方が悪くないんだろうと思う。これっぽいかな、悪くないよ、ね、ああ、なるほど。クエスト画面の左にクエストとパーティーって2つあるわ。お、はい、見た目が変わんないのがちょっと残念。装備でどっかにアバターがあるかもしんないな。はい、話がどんどん進んでいくんですよね。はい、なるほど。これがなんかね、ポケモンみたいなパート。勝てる、オートでもいい。あ、オートになってる。勝つ勝つ。レター上げてきましたし、悪くないですね。ボイスがないのがちょっとあれだけど、悪くないと思う。今んとこ遊びやすい。ちょ、見た目変えたいんだよね。人いっぱいいる。お、来た。横スクロールになってる。ファイターのスキルを体験。今度は弓とかも来るのかな、アーチャーとか。あとは回復系、僧侶、聖職者だからビーストとか。聖人のスキルを体験。あ、結構いいな。あ、報酬をもらってませんよって言ってる。ここにここ。あ、あとですね、話がどんどん進んでいくんで。ま、あ、ウォーリアー、はい。シーンなんだと思うわ。これですね、シーン16アーモンドあったら、ここからばこう開けるんじゃないか。レベル8出るでいいのかな。実力も品格も認められたから、これで、重心も喜んでご自身、あ、多い、早い。から職業選ぶのか。じゃあ最初は関係ないんだね。見た目が怖いな。いいか。ああ、なるほど。耳いらない。耳どうにかなんないかな。チェック外せない。え、耳なしは確か。耳絶対いるんだ。耳なしにしてほしかったな。耳を
カットできないか、耳いらないっていう風にできないからおかしいじゃないですか。ここにあって自分の耳もあるの、耳2個あることになるからおかしいんだけど、まあいいや、飾りみたいな感じに 見れればいいかな、これで。これでいい。転職だったな。課金かな。これですね。とりあえず、はい、わかりました。スキルか。はい。で、動配置。うわ、動くなかったね。ちょっと止まって。報酬もらってないって言われてるんですよ。あーでもなんかあと1個ですね。あと1個メインクエスト、成長の道。じゃあ落下もね、グラフィックは嫌いじゃない。前半だけでも、なんかナルトみたいこれ。なんかいろんながこう混じり合ってんな、このゲーム。ポケモンっぽいところとか、訓練か。 OK、 はい、行こう。人結構多いぞ。ソロで挑戦。来た来た。マップの使い回しとか結構あるんですけど、それだとこう飽きちゃうんですけど、これは今んとこ飽きないな。結構ちゃんと作られてる、作り込まれてる。で、作るモンスターも違うのできたりするし、変身した。ほら変わってる見た目が。あれこれじゃなくてさ、この装備の見た目、装備の見た目を見た、この自分の見た目を変えたいんだけどね。ちょっと、あ、もう行くしかないんだね。戻って、ちょっと自分のしたかったけどしょうがない。人いっぱいいる。ほらほら、他の人です。青い文字がペットな、自分の名前とペット、多分ペットのことを表してて、白が自分だから、結構な人がここいるの、今のマップ。このマップって言っていいのかわかんないけど、ここにいっぱいいる。この街、最初の街なのかな。 MMORPG って書いてあったから街があると思う。長いなこれ。宝を獲得する。働いてくれてるから助かるな。あ、これ技出せるな。出た。あ、変身した。ちょうどいいボス。変身した時に。猫のボタンは何だろう。多分なんか関係なかったな。あった。はい、次行こう。あのね、悪くないと思います。あと、人も結構多いし、これからパーティー組んでクエストやったりとかすると思うんですよね。
報告、あ、そうだね、タップして報告、ちょっとストップ。いや、悪くないんじゃないかな。あと自分の見た目をどうかないかな。キャラアバターみたいのがあるんじゃないかなと思ったんだけどな。あ、これだ、やっぱあるわ。これで、あ、洋服があればなと思ったけど、このやつだね。じゃなくて称号、称号、あ、これか、ハートキャットの飼い主、初回獲得する。あ、ここしかないのか。いや、これで肩書きキャラ、アバターありません。そしたらここ変えたら見た目が変わるっぽいけど、ないんだよね、多分そういう。あ、ガチャなのかな、アバターは。バッグはどっかにあると思うんだよね、アバターのやつが。アバター違う、こっちの方が弱いかな。これだな、 HP2318、防御力31、今着てる方がいいみたいですね。これ多分ノーマルだ。こっちが一応緑だからレアとかって感じかな。どっかアバターのやつないかな。これは何、アイテムか。アバター用の何かあればと思った。ペットの強化、ちょっとガチャ見てみるか。ガチャとかないかな。どっかに売ってるんじゃないかな。そしたらアバターみ、そうするとこの見た目が変わると思う。これでこうでしょ。だからアバターでこの今着てる服を変えれば、これ脱げないかな。外せたらノーマルのやつに変わると思ったけど。クローゼットってあるんだよね、ここに。ポイント交換っていうのもあるな。ポイントで変えれるのか、アバターを。衣装アバター。ここら辺か。クローゼット。これ手に入んないの？ああ、なるほど。こんな感じになりますよってことか。見た目が。今これしか持ってないから、こういう風に変わっていきますよって、このアバターを手に入れたら。女の子になるな、これ。いや、でもちょっと嫌だな。なんかあんまり良くない。普通は良かったけどな。多分アバターゲームだな。どっかで手に入れるんだ。あの、さっきのあのアバターのコインみたいなやつで。いや、面白い。結構好きですね。途中ですけど、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。